は、面白い、メンタリズムをやりたいと思います。黒い、袋があるんですけど、中にですね、これ見えますかね、ちょっと袋出していただいて、はい、の黒いのが1つあります。で、あとは、クリア、透明なビー玉が3個あります。つまり当たりの黒が1個だけありますね。で、ちょっと袋の中に、はい、じゃあ入れていただいて、誰が何を取るかわからない状態で、まず左手からいきましょうか。出していただいて、1個だけボールを1つだけ掴んでください。で、掴んだらまだ見ないでください。OK、掴みますか？ OK ですか？うん。じゃあ、2人目の方、2人目と、じゃあ、右手で、ボールを取ってもらっていいですか？掴みました？ OK、じゃあ、あと、もう3人。取れました？あと1個ありますね。はい。取っていただいて。はい。で、誰が何を取ったか分かんない状態ですよね。で、これ当てていきたいと思います。まず、透明です。開けてください。ですね。はい、これも透明じゃないかな。透明ですね。2分の1です。同時にいきましょう。透明で黒です。最初に黒を取ったことが分かります。